皆さんこんにちは、メロンクーです。今回はポケモンにまつわる怖い設定をご紹介していきます。それでは行きましょう。本当は怖い、ピクシーの鳴き声。前に投稿したゲンガーの怖い設定で、ピクシーの鳴き声もスロー再生してほしいというコメントをいただいたので、スロー再生していきます。皆さんは何に聞こえましたか？何か聞こえたら、コメントで教えてください。他にも、ポケモンにまつわる怖い設定を挙げていますので、そちらもご覧ください。ではご視聴ありがとうございます。本当は怖い、ダークライの設定。ダークライというポケモンを考えたのは、一般の子供である。ダークライは、ダイパで登場する幻ポケモン。見た目がかっこよく、人気が高いポケモン。そんなダークライを考えた人物とは、アメリカの子供。ですがこの子供は、亡くなっています。亡くなる前に描いたイラストが、このダークライです。そして、その子供の夢の中に、ポケモンが出てきて、闇に覆われていて、歪んでいた世界にいたと、書かれていました。ちなみに、この子供がダイパに出ていたという、都市伝説もあります。ダイパのミオシテという街で、その子供に話しかけると、ダーク、が、こっちを見て、とうなされています。これがダークライにうなされている、実際の子供であります。図鑑説明にも、ダークライは人々に悪夢を見せるので、皆さんも寝るときは気をつけましょう。それではおやすみなさい。怖い、ピラティナの設定。ピラティナの正体は、レッドである。ダイパの第3の伝説として登場。そしてレッドとは、第1世代の主人公です。このピラティナの正体が、レッドではないかと言われております。まず、ピラティナをオリジンフォルムにする、ハッキン玉というアイテムがあります。その発金を漢字に直すと、発金、白金、と読めます。白金。そう、白金山です。そして白金山には、レッドがいることから、何かしら関係がありそうですね。レッドに勝利すると、レッドは姿を消します。これはピラティナの専用技である、シャドウダイブを使ったのではないかと言われております。シャドウダイブは1ターン消え、2ターン目に攻撃する技なので、レッドも、それで姿を消したのかもしれません。そして最後に、レッドは喋らないですよね。そのことからレッドはもう、すでに人間ではない。以上で、ピラティナの裏設定を終わります。本当は怖い、ゲイチスの BGM。ゲイチスの BGM を逆再生すると、ねと聞こえる。ゲイチスは DW で登場。そして DW のラスボスでもあります。こんなゲイチスですが、ゲイチスの BGM を逆再生すると、ねと聞こえるそうです。それでは聞いてみましょう。聞こえますね。皆さんは何に聞こえましたか？よければコメント欄で教えてください。以上で、ゲイチスの怖い BGM を終わります。本当は怖い、うつどんの設定。うつどんは、無理やり進化をさせられている。うつどんは、ポケモン初代から登場しており、モガツボミ、うつどん、うつぼっとと進化していきます。そんなうつどんが、無理やり進化させられている噂があります。まずは進化後のうつぼっとを見てください。うつどんより、葉っぱの数が増え、牙など生えていますね。ではここで、うつぼっとを逆さまにしてみます。逆さまにすると、何か苦しそうな表情をしています。葉っぱの向きや、いろいろと違和感がありますね。これは、うつどんにリーフの石を使うと、うつぼっとに進化しますが、無理やりリーフの石を使われた、恨みで、このような進化になっているのかもしれません。図鑑説明では、口の中には強力な妖怪液が蓄えられているので、うつぼっとに消化されないよう気をつけましょう。以上で、うつどんの怖い設定を終わります。はい、5つのポケモンに関する怖い設定を紹介しました。皆さんは、どのポケモンの設定が怖かったですか？ぜひコメントで教えてください。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。